はい、平克実です。平克実のピアノ塾第6回目でございます。まあ難しいねパッセージをピアノで弾くときにあリズム練習っていうのをやりますよね。タンタタンタとかってやりますよね。いやお子さんでもねあのその教本を持ってきてねそのリズム練習のパターンがもう1からなんか8つぐらいまでとかってそれをねちゃんとおやりになるんですよね。で実に上手にそのリズム練習をするんです。ところがその本体の普通のそのパッセージを行くときにやっぱり指が転んじゃうんですね。だからリズム練習のプロみたいになっちゃってその本体を弾けなくなっちゃってる。ということはですねリズム練習の仕方が悪いんではなくてリズム練習自体僕は必要がないと思ってるんです。あんなものは、もう何十年も前の遺産みたいなもんですよ。だからピアノにリズム練習はほとんどいらないという意見です僕はね。例えば使うんであれば跳躍するタターンという時にタンタンタターンと、まあ、そういう半分ぐらいのこういう運動としてリズム練習を使うことはありますけどそのぐらいで十分なんじゃないでしょうかね。ということでですね今日はですねそのリズム練習のもし使うとしたらですよ目的これはですね指をこの指を強化するためのやり方そのリズム練習だったら、まあ、あるんですそれは。それをですね、今日はちょっとやってみたいと思います。それでは始めます。ですね、まずこういうパッセージがあったとします。これはモーツァルトのキラキラ星の第一演奏曲なんですが、それを上手に、これは4、3とかに使いますからね、なかなか指が転ぶのでリズム練習をしようと。とか。とか。こういうパターンのお決まりのパターンのリズム練習をするとします。それでも指が転んじゃうどうしてみたいなで今までそのやったリズム練習して時間を返してくださいみたいな感じのことがよくあるんですね。やっぱりねピアノにはね、ローあって益なしというやつです。でこれはだからその目的を理解しないといけないということです。これはねリズム練習はしなくたっていいんですこんなのは、うん、それよりもこのパターンでもうちょっと指をねあのパターンとしてそのパッセージを利用すればいいだけでこれは指を強くするためだと思ってやってください。そうすると最初のレの音弾いた時に今度はこの次いきますけどドのとシの音の指を上空中で作っちゃうんです。弾いた瞬間作る弾いた瞬間作るでそれをで次は C いきますね今度3、次の指、次の指をゆっくり空中でちゃんときちってそれを動かさない。これをこうグラグラグラとかで一回下ろしたりしない。そのままスタッと持ってる。それが指をつる強くするための大事なポイントなんですね。そういうふうにして、一つのフレーズを、パッセージを使うんだったら別に僕は、リズム練習なんて必要ないと思います。で、リズム練習をもしどうしても私好きだから、いう人の場合でもちゃんとこれを空中っていうふうに空中でちゃんと次の指をきちんと形取ってやるんであればその指を強くするという目的のためには非常に有意義な、そのパッセージになってくるという。もうあくまでもこの前、言ったようにこの、その音階、この弾き方、これがもう全ての命ですので、これは全然上手に弾くとかというあの指を強くするためのリズム練習、あるいは練習、リズム練習なんてクソくらいしなくてもいいんだぐらいに思って練習すると非常に効果的なですね、練習時間が取れるような気がいたします。変なですね、その教本にある何パターンもあるそのリズム練習をしてもピアノは決して上手にはならないと思います。はい、そういうことでございまして、指を強化するための、指のトレーニング、リズム練習ということでございましたね。ちゃんと上できちんと空中で次の音を用意する、ここの筋肉をこういうふうにつけるための筋肉で腱ですねを、力をつけるための練習方法でございました。そのために、リズム練習を、使っていただければというふうに思います。無駄のない練習方法、リズム練習は、時間の無駄でございますのでなるべくしない方がいいと思います。
そういうことでございまして、まあ、トレーニング方法で指を強くしたい方であればもっとトレーニング方法がありますので、それはこの次にやりたいと思いますね。ただ、16歳15歳未満の方はやらない方がいいと思いますが、非常に1ヶ月でですね、1ヶ月1日5分これで指が驚くほど強くなりますので、パチッとなりますので、それをですね、ちょっとこの次はやってみたいと思います。ということで、チャンネル登録と、コメントの方もよろしくお願いいたします。大楽克美でございました。ではまた失礼いたします。